北海道北部の活火山、利尻山は孤立する火山です。利尻山の周囲 200km には他に活火山がありません。最も近い活火山である大雪火山群までの距離はおよそ 210km。活火山に限らず、第四紀火山まで対象を広げても、やはり周囲に火山は見られません。北海道北部のこの火山空白地帯に、なぜ利尻山だけが存在するのでしょうか。海洋プレートが沈み込む場所、沈み込み帯にある火山の分布は概ね規則的です。その分布は、沈み込むプレート、スラブの表面の深さに規定されているからです。この破線は、日本列島下に沈み込む太平洋スラブとフィリピン海スラブのそれぞれの形状を表しています。スラブの沈み込みが深さ 100km に達する付近で火山列が形成されているのがわかります。そして、深さ 150km を超えると、次第にまばらになります。世界の島弧火山700余りのスラブ振動を推定したデータがあります。それによると、島弧火山の 86% が火山とスラブまでの距離 150km までの範囲に分布しています。そして、97% が 200km までの範囲に収まります。スラブ振動が200km を超える場所で活動する火山は、稀であることがわかります。利尻山の直下のスラブ深度は、約 300km。利尻山は、極めて背後側に孤立する火山です。島弧火山が狭い帯状の範囲に分布するのは、その直下で、大量の水が絞り出されているからです。水を溜め込んだ海洋プレートは、沈み込みが始まると、その圧力により水が絞り出されていきます。沈み込みが始まって間もなくの段階でも、多くの水が放出されます。しかし、その上昇する先にマントルの高温領域がなければ、マグマが発生することはありません。古い太平洋プレートの場合、深さ 100km 前後まで沈み込むと、再び脱水が激しくなり、スラブの直上に岩水層を形成します。そして、岩水層は、スラブの沈み込みに伴って深部へ移動する一方、次第に水を放出し始めます。水は、浮上の過程で、マントルの高温部分に付加されることで、マントルの部分融解を促し、マグマの生成へと至ります。沈み込み帯では、1000度の高温マントルと水、この2つが出会う場所でのみマグマが誕生します。このスラブからの脱水位置とマントルの高温領域が火山の配列を規定しているのです。マグマの供給は火山フロント付近に最も集中し、地表に火山列として現れます。一方、火山フロントから遠ざかるにつれて、火山分布は次第にまばらとなっていきます。背後側ではマグマの供給が連続的ではなく局所的となるからです。スラブの深さが 200km を超えると火山がほとんど存在しなくなるのはマントルへの水の供給がここで概ね断たれることを反映しています。そして太平洋スラブのマントルに形成された岩水鉱物の一部はさらに深くマントル繊維層まで運ばれていきます。しかしスラブの深さ 200km を超える場所にもいくつかの火山は存在します。日本列島では利尻山のほか中部地方そして九州西部にもあるそのような火山。これらの火山が存在する理由は、その地下構造に通常の沈み込み帯とは異なる特異性があるためです。しかし、利尻山の直下には、スラブの重なり合いはなく、また、
利尻山の噴出物は東湖火山の特徴を有しています。このような場所に火山が存在するのは白山や雲仙とは別の理由があるはずです。北海道の特徴的なテクトニクスとして東湖の海濠部に位置することが挙げられます。北海道は東北日本湖と千島湖の海濠部にあります。海溝から沈み込むスラブは湾曲し、常に両側の東湖に引き裂かれるように引っ張りの圧力を受けているのです。このような歪んだ部分には割れ目が生じ、時には断裂することが知られています。利尻山の直下では未確認ながら、利尻山を生んだマグマはこのような局所的な割れ目が引き起こした流体の注入を起源とする可能性があります。このスラブの亀裂が火山空白地帯に孤立する火山利尻山を誕生させたのかもしれません。日本海盆と千島海盆に挟まれた陸橋のような場所。北海道北部は長らく静かな地域でした。利尻火山の活動が始まる約20万年前まで、火山活動にはおよそ1000万年の空白期間があります。一帯に広がる約1000万年前の火山岩は、東湖火山の特徴に乏しいものです。当時の北海道は、地形もテクトニクスも、現在とは大きく異なる地域でした。この約1000万年前の活動を終えた頃、礼文島の南東には、ある平坦な島が形成されていました。その後、約1000万年という、とてつもなく長い時代が過ぎます。北海道の火山活動域は、移動を続けながら、次第に帯状の東湖火山帯へと収斂していきます。北海道北部は火山フロントから遠く離れ、静かな時間を重ねていました。そのような場所に突如出現した火山が利尻山です。数十万年前、火山空白地帯の地下深くでは、ゆっくりとマグマの上昇が始まっていました。地殻付近に到達した玄武岩質マグマは、地殻を加熱、融解し、初期のマグマが上昇を始めます。利尻火山の最初期の活動年代は正確には分かっていません。20万年前、あるいは39万年前頃との説があります。その頃からマグマが地表に到達し、島を覆うように成長していきます。初期の火山活動は、現在の利尻島中心部からのほか、島の北北西から南南東方向の各地で溶岩ドームが噴出しました。火山帯をゆっくりと成長させた結果、かつては高いところでも標高200メートル程度だった島は、標高1300メートルほどの火山島に生まれ変わります。マントルの初生マグマは、さらに上昇を続けていました。それにより、地殻下部の加熱が進んでいきます。約7万年前になると、地表でも噴出量の増加が見られるようになります。北東部での溶岩流に続き、初期の成層火山のやや北側に、長官山成層火山が形成されます。
この時点では標高約1300メートル程度の2つの成層火山帯が並び立っていました。マントル由来のマグマの上昇によって地殻下部の溶融とともに玄武岩質マグマとの混合が進んでいました。一方、太平洋スラブを由来とするメルト成分はデイサイト質マグマとなり、そのまま地表に向けて上昇していきます。多量のマグマが地表に到達した約3万5000年前、マグマ噴出量は頂点に達します。わずか数千年の間に標高1300メートル程度であった利尻山は1800メートル程度にまで高まりました。円錐形の独立峰が盛んに火を吹いていた時代です。堆積物の角度や分布域から、主要火口は現在の山頂のやや南方上空にあったとみられます。その後、主要火口での活動は休止します。時代は最終氷期の極大期を迎え、山頂部は脆い部分から次第に侵食されていきました。地殻下部ではマグマの上昇が続きます。最盛期と比較して含水量に乏しいマグマは地殻成分とあまり混合することなく上昇を続けます。そして玄武岩質溶岩として地表まで到達することになります。およそ2万7000年前、西側の山腹より溶岩の流出が始まります。玄武岩質の靴型溶岩流は北西の山麓から海底の広い範囲にまで分布し、厚さも数十メートルに達する大規模な溶岩流です。同時期には山頂付近からの溶岩流も発生し、北東斜面を流下します。この噴火の火口地形はすでに失われていますが、山頂付近にあるろうそく岩がこの野塚溶岩の稼働に相当するものです。これら溶岩流の流出当時は寒冷化の極まった時代、現在海底に分布する部分も当時すべて陸地であったはずです。同じく最終氷期の極大期、利尻火山よりプリニー式噴火が発生します。堆積物の分布より推定される噴出源は火山帯の中心部ではなさそうです。利尻島の南東の海底にあるこの窪地、ここが大規模な噴火を起こした火口とみられています。火山帯の中心からはかなり離れた場所にあります。一見すると、もはや別の火山のようにも見えます。しかし、ここは北西から南東に連なる活動末期の火口列の確かに延長線上に位置しています。当時陸地であったこの側火山から火山爆発指数後の大噴火が発生したのです。続いて発生した玄武岩質のテフラも厚く堆積しています。
噴出源は特定されていません。南三陸のいずれかの側火山と思われます。地殻下部では温度の低下が進んでいました。一つの巨大なダイアピルがついに消滅段階に入ります。氷期が終わり、海水準が上昇を始めてからは、島の南東部、側火山の活動が主となります。そしてこの頃の活動からは、マグマ噴出量の少ない、小規模な噴火に限定されていきます。約1万3000年前、利尻島南東部よりベースサージが発生します。マグマ成分をほとんど含まない水蒸気噴火に近いものでした。爆裂火口が形成された後、その北側からも同様の噴火が発生します。その結果、2つの爆裂火口が連結したマールとなりました。沼浦マールはその後の海面の上昇に伴い、海水が入り込んだ後、約4500年前には陸地化します。現在の沼浦湿原です。利尻火山の最新の噴火は約3500年前、または約2000年前、南東部の側火山からの溶岩流あるいは火砕丘の形成です。その後の数千年は火山活動がなく、歴史においても噴火の記録がありません。この数万年におけるマグマ噴出率の低下は、推定されるマグマの温度変化にも現れています。すべての活動期を通じて現れる、傾聴室マグマの推定温度は、山なりの曲線を描きます。最盛期、つまり、標高1800メートルに達する火山帯を形成した時期が最も高温であり、直近の活動期では、温度の低下が推定されています。この上昇と下降の過程は、マントル起源のマグマによる下部地殻の加熱と冷却の過程に対応していると考えることができます。マントル起源のマグマにより地殻が最も加熱された時は、地殻の融解が最も進んだ時でもあります。それが大型の成層火山を形成した最盛期です。それに対して、マグマ噴出量が急減した現在の活動期は、下部地殻の冷却を反映しているものと思われます。マントルダイアピルは、火山フロント付近の火山であれば、ある程度連続的に供給されています。しかし、周辺に第四期火山が存在しない利尻島では、熱源の上昇自体が稀な環境にあるはずです。一個の孤立したマントルダイアピルが利尻火山を形成したものの、それに続くマントルダイアピルはおそらく存在していません。このように、利尻山の火山活動史が一つのマントルダイアピルの生成と消滅を表しているとすれば、利尻山は火山としての晩年を迎えつつあるのかもしれません。1000万年の静穏を経て突如誕生した火山、利尻山。それから20万年をかけて地上にマグマを放出し続けました。最新の活動がわずか3000年前程度であることから、今後も山麓や海岸付近での小噴火が起こり得ます。しかし、さらに時を経て利尻島は再び長い静穏の時代に帰っていくのです。